クリス・ベクターはアメリカ合衆国のクリス・ USA 社とアメリカ軍が開発したサブマシンガンである。クリス・スーパー・ V ブイという反動吸収システムが採用されている。アメリカ軍が QX19mm パラベラム弾の威力に不安を感じ、かつてトンプソンサブマシンガンやイングラム M10 で使用され、高威力の 45ACP 弾を使う。 サブマシンガン開発計画が軍内部で持ち上がった。しかし、45ACP 弾を使う場合は、発射時の反動が大きいという問題があった。そこで、クリス USA 社とピカティニーゾーヘイが共同開発を行い、そこで誕生したのが、クリススーパー V という反動吸収システムであり、これを組み込んで誕生したのが、クリスベクターである。 同社の責任者であるティムリンジーによると、スーパー V システムは弾を発射した時に生じる、反動の力の向きを変えるという仕組みであり、発砲時の肩にかかる軸方向への反動をいくつかの抑制機構を組み合わせることによって、低反動性を実現していることを、アメリカの兵器紹介番組にて、本銃が紹介された際に明言している。このメカニズムは、トリガーとマガジンの間に内蔵されている、 V 字型の機構にある。通常、発砲時の最大圧力を経て発生する反動は、後方へ強くかかり、ボルトの交代には、ある程度のスペースを要するが、本銃は、交代を開始する際に、ボルト後部にある制御カムと連動するスライダーが、加工を開始することによって、反動の伝達を下へ逃がすと同時に交代空間を、小スペース化する構造となっている。これによって、 グリップ位置をボルトのすぐ後ろかつ重心の軸線よりも高い位置に配置可能となったことで反動を上から押さえ込む腕の力がより強く伝わる射撃姿勢になりこれらが総合的に機能することで大きな反動抑制力を得ているまたアンビタイプのセレクターレバーやピカティニーレールフォアグリップを標準で備えアイアンサイトは光学照準機を取り付ける 際の邪魔にならないよう考慮されている。マガジンは専用の17発30発が存在するが、グロック21のマガジンも使える。使用弾に関しては、当初の開発目的である。45ACP 弾のみであったが、全2型からは 9mm パラベラム弾や 10X25mm オート弾、40S&W 弾、357シグ弾が、 バリエーションに加わる予定である。ショットショーで使用されるクリス・ベクター・ベクター、SMG 法執行機関向けの通常モデル。ベクター・ SDP ストックを取り外したモデル。ベクター・ SBR、SO 民間向けモデル。SO はセミオンリーの略。ベクター・ CRB、SO 民間向け16インチカービンモデル。こちらもセミオンリーである。 クリス・ケルド・クリス・スーパー・ V を搭載した拳銃。クリス・ケイ・銃2011年のショットショーで発表された、ベクターより一回り、小さい短期間銃。クリス・スーパー・ V を搭載している。クリス・ベクターの登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。アベンジャーズ、グリーン・ホーネット、デッドプールにケーブルが重砲点から強奪し、自作した銃の一部にする。トータルリコール。 ユフ部とコロニー双方の治安維持機関である連邦警察の装備品で人間の警官とロボット警官のシンセティックが使用。ホロサイトとタクティカルライトを装着。また、主人公、ダグラス・クエイドは警官から強奪したものを、ローリーは警官から借用したものを使用。バイオハザード V リトリビューション主人公、アリス・ワバーナシーが中央制御室で SDP のフルオートモデルを二丁調達。劇中では二丁打ちを行うほか、モスクワエリアで遭遇した、一般市民のレインをかんぽに片方を渡すが、彼女の死後は再び自らが使用。メインブラックサンデュナマックス銀河系刑務所の武器庫に、本銃が保管されている。ロボコップバロンの手下の一人が使用。バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生。 バットスーツの隠し部屋に飾られている。エンジェルビーツ物語終盤で中村ゆりが使用。エームポイント射製のものと思われるダットサイトが装着されたプロトタイプ。クロスアンジュ天使トリュのリンブアルゼナル新工事のミスルギ広告軍突入部隊が使用。ゲート自衛隊彼の地にて各戦い入り漫画版3巻で中国の特殊部隊がホロサイトとフォアグリップ。 サプレッサー付けを使用。その後自衛隊に旅客され、自衛隊側でも使用される。トリアージ X サイレンが使用。ルパン三世 VS 名探偵、コナンザムービーミネフジコが宇治と共に、佐藤刑事の車に発砲する。日中海戦1ダブルハイジャックハイジャックハイが、軽重を所持する。アライアンス・オブ・バリアント・アームス、ファークライさん、フロント・ミッション・エーボルブ・シングルキャンペーンの、 白兵戦において、主人公のディラン・ラムゼーを含む登場人物が、敵味方を問わず使用。また、デモシーン内ではディランが発見した鍵のかかったドアを、アデラシーウェルが、本銃で撃って、鍵を壊してから、開いてるけどとジョークを言う。この他、本作架空のオリジナル銃として見た目のみが似ている、ショットガンも登場し、倒した敵兵から奪って使用することも可能。ホームフロント、 オペレーション7、ペイパーマン2013年6月5日実装。装弾数が28発になっている。プラアーノン、S バトルグラウンズ大容量マガジンやサプレッサーなど、4箇所にアタッチメントを装着可能。アップデートにより、装弾数は19発、使用弾薬は 9mm 弾に変更された。アークナイツ星6の狙撃オペレーター、エクシアの武器として登場。 ウォッチドックス、ベクター 45ACP という名称で登場。サプレッサー付きのモデルも登場する。カウンターストライクオンラインに超うちのバージョンも存在する。クロスファイア相談数が35発になっている。荒野行動、MK5 の名で物資として落ちている。相談数が20発と少し少ないがアタッチメントで増やせる。コールオブデューティシリーズ、COD。 メガワットにキャンペーン、マルチプレイともに、本銃を使用可能。キャンペーンでは、ロシア軍やアメリカ軍特殊部隊、シャドウカンパニーの装備として登場。c o d ボ o に、ベクター k 銃の名称で、SMG モデルが登場。COD-G、ベクター CRB の名称で登場。実銃同様に、高威力で低反動。c o d オータムウィンター。 作3の名称で近代化改修を施された TD ィィが登場する。CODE は当たり武器がモデルとなっているカルマ -45 という2つのマガジンを装着した架空 SMG が登場。なぜか国史病という刻印がついているが日本製の武器という設定化は定かではない。ゴールデンアイ 007V 版にストレイタ SV-400 の名称で登場。 スペシャルホースに2012年9月12日実装。相談数は20発。ソードアート、オンラインフェイカル、バレット、SMG テクニカル V の名称で登場。全体的なフォルムは同じだが、代名詞のスーパー V をはじめ細部の多くが異なる架空銃である。サトライザーが使用する。ディビジョン、タクティカルベクター 45ACP。 ベクター 45ACP として登場。ディビジョンに前作に引き続き登場。バトルフィールドハードライン警察側の装備として、K10 が登場。レインボーシックスシージ、ベクター 45ACP の名称で登場。セルバイブ、イオ、45ACP 弾と 9mm 弾の2種類が存在する。前者は25発装填、後者は33発装填。 ドールズフロントライン星 5SMG 戦術人形、ベクターとして登場。また、ディビジョンとのコラボレーションイベント、闇献金では別ユニット枠で、エクストラセムジー人形、エージェントベクターとして登場。また公式、コミカライズ作である、人形の歌の12話にて指揮官のジャンシアーヌが、強化外骨格と HMD と共に、副官の戦術人形である。 グレーン G36 から渡されたものを使用。YouTube より、クリス・ベクターの最大の特徴である、反動制御システムが効果的に作用していることが理解できる映像資料へのリンクである。ありがとうございます。